瞬止めていい？初めてなんやけど。OK。トイレ。よっ。ポコちゃんがどっか行った。ポコちゃん、ポコ、ポコおいで。ポコ寝てるな、絶対。ポコ寝てるわ。あ、来た。ごめんね、起こしてごめんね。おいで、ぽちゃん、ぽちゃんおいで。なんでやねん、車の音するの。ぽちゃん、かわいいな。かわいいわ、うちの子。どっか行った。お昼食べた。オリンピック見てない。なんか感想文書かなあかんけど全然わからんから、オリンピック終わってから書く。なんか一番面白くてニュースになってるやつにするわ。全部なってるけど、なんかスポーツ全然興味ないから、なんか
書ける内容のやつ探さなあかんから、何がいいかなって。全然わからん。桜の香りいいよね。桜の匂いのファブリーズやったらペンギンとお揃いやし、桜の匂いの香水やったら私とお揃いになるで。私香水あんま使わんからさ、その桜の匂いのやつしか持ってない。持ってるけど他にも、けどあんま使ってない。ペンギン桜の匂いのファブリーズ、しめじちゃんにかけてた。まず自分がかかったらいいな。なんか廊下のさ、懇談期間にさ、廊下に出てる机にかかっててん、ファブリーズがなんか引っかかっててん。え、どういうこと、なんかファブリーズ引っかかってんねんけどって言ったら、なんか分からんけど次見たらなくなってて、え、なんかファブリーズなくなってんねんけどって言ったら、黒島が取ったやろって言われた。普通に、どういうこと、なくなってんねんけどって言ったのに疑われたんやけど、信用なさすぎやろ。じゃあ髪の毛伸びた、こんな緩くくくって、
日発って何？夏まで読んだ。もう私はリハ期間の電車は帰り読むか読まんかくらいしか進まないんで、秋から全然進まないですよ。え、そうなん。昨日今すぐに見るわ。今すぐに見るわ。 DMM 昨日アンジュさんな、せっかくなリハでな、あ、アンジュさん来たって思ったらな、公園ですぐ行っちゃった。リハの時間がかぶってなかったから、アンジュさんと思ったらあーってすぐ帰っちゃった。可愛かった。もうそろそろ15分や。次で見ます。13位、大根さんありがとうございます。12位、上田和樹さんありがとうございます。11位、ゴーくんさんありがとうございます。10位、哲宮さんありがとうございます。9位、真希子さんありがとうございます。8位、ゴーシさんありがとうございます。7位、オレオーズさんありがとうございます。6位、マチカネクキタルさんありがとうございます。5位、プロジュさんありがとうございます。4位、リュウさんありがとうございます。3位、ヤスさんありがとうございます。2位、ナベちゃんさんありがとうございます。1位、タカシさんありがとうございます。ありがとうございました。リップ変えたらもうあの人はすーぐ変えるから、すーぐ変えるし、すぐ塗り直すから、秒で塗り直す。絶対取れてないって思ってる時に塗り直すから、だから綺麗なんやな。私はもう一切塗り直さない。公演中にあ取れたかなって思っても余裕がなかったら塗らない、絶対に。いや、あまりにも取れて乾燥してきてなんか嫌やわってなったら塗るけど、別に見た目がどうとかはもういいわってなってる。公演中はね。だって急いで塗り直して変になったら。さよなら。15分経ったので。